僕たちが子供じゃなくなるとき、それは大人への転身だなんて誰にも言わせない。僕たちが大人になるとき、それは子供を辞めるときじゃない。本当の僕たちはどこにいるのか、本当の僕たちはここにいていいのか、本当の僕たちのままでいられる間、あと少しだけ。2004芝公柊木祭。はい、カッツ。カット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 と。どうだった？これ最後のカットある？最後。最後私ちょっと行かなきゃいけないんだけど、ちょっと待って最後ってどこ？芝公柊木祭のとここう寄って、はい、ドーンとインパクト出す、インパクトか。じゃあどうしよっかな。どうしたらいいかな。まあ今のでもいけんだけどね。いけるの？じゃあ OK です。本当にいいの？なんだったらもう一回でもいいけど。もう一回でもいい？もう一回でもいいって。ちょっとどうしようか。寄っといた方がいいよね、これ。じゃあどうしよっかな。どうすればいいの？じゃあ最後の一言だけもう一回お願いします。はい。お願いします。漢字は今ので、漢字は今の漢字でいいからね。ちょっとセッティング。はい、できた。ドーン。よし、行こうか。はい、本番。よーい。スタート。2004芝公柊木祭。多分物質だった。どう？大丈夫？痛み止め飲んでるから。私物質行くけど一緒行く？いい、やめとく。あんま気にしないでいいと思うよ。あの二人もさ、ちょっとあれだよね、短気っていうかさ、気が短いっていうか。とにかくちょっと行ってみる。
あと足りない分は明日までにプリントアウトして持ってくるから。ああ、あとなんか配るようにチラシかなんか書いてコピーしといた方がいいか。チラシ？いいのいいの、先生作っとくから。何？緊張してる？いいえ。ほんと、楽しまないとね。それじゃあ、先生教室に戻ってるから、また何かあったら呼びに来て。はい。だからなんで今村萌の怪我があいつらの喧嘩の原因になるんだよ。その辺だから分かんないんですよね。聞いたのか？聞きましたよ。でもダメなんですよ。言わない。言わない。なんか似てるんですよ、性質。あいつら橘圭と丸本凛子。大丈夫なのか今村の怪我は。ああ、なんかね、あの体育の時にバスケで突き指をしたらしいんですよ。で、なんか中指だったかな、なんか骨折ったか、なんかひび入ったかってなったみたいで、それで俺頼まれたんですけどね、大学。なんの？いや、バンド、バンド。代わりにギターやってくれって言って、丸本に、ね。したら昨日、やっぱもういいって言われて。なんでって聞いても言わないし。周りは何か知らないのか？言ってないですね、何も。まあ言わないだけなんでしょうけど。そこを聞き出してまとめるのが部長としての仕事だろうが。っていうか、あの先生があの二人呼び出して聞けばいいんじゃないですかね。でしょ？です。ケイ見た？さっきまでいたんすけどね。どっか行っちゃいましたよ。つうかあれですって、ケイさんとリンコさんやっちゃったんすって。誰に聞いた？誰ってみんな言ってますよ。ちょっとあんま広めないでよ。そっとしとくのが一番いいんだから。もう分かってますよ。どうせあれでしょ、いつものやつ。まあそうなんだけど、もう全部聞いてんの。結局どっちが悪いんですか？どっちが悪いと思う？さあ、凛子さんかな。あ、なんだって萌さんにもね。つうか感じ悪くないですか？怪我したからって速攻代役作ったりとかね。でもそれで刑が起こるって。まあでもそっか、私も思ったもんな。ケイさん、リンコさんのこと嫌いなんでしょ？それ違うよ。私そこまで言ってない。まあ、なんでもいいですけど。そんでどうなったんですか？バンドやるんですか？お、山田？立花いる？いない。ケイ！やっぱでしょ。立花、放送聞こえたんかよ。先生呼んでんぞ。
なんで？お前に何か話聞きたいって。あと阿部がバンドどうすんのかって。そうだよ、お前どうすんだよ。辞めるんだったらさ、予定組みかなきゃなんないから早いとこ決めてほしいんだよね。え？やんないってことでいいの？いいのね？やる。やる。私ギターやる。やろ。そう、だいぶ早くなったよね、漫画読むの。うん、私が選んだ漫画だもんね。漫画面白いと字読むの早くなるよね。だから私すごいよね。うん。その間ね、勇気がね、キスするので、刺されるの。言っちゃダメだよ。大丈夫、面白いから。昔のやつだよ、全部。あ、ユニコーン。タミヨ？タミヨ。なんでそんな知ってんの？あ、ズッタリンジン。あなたが私にくれたもの。キリンが逆立ちしたピアス。え、なに、なになに、キリンが？逆立ち。キリンが…逆立ち。うっそ。ちょ、ちょ、聞こうよ。どこやった？うん。そんな面白いか。写真には
があるんだ。じゃあ分かった。この前のあの道一番最初に通った人ボーカル。どこ？これの前。あんた何言ってんの。じゃあ京子歌う。やだ。 K でいいじゃん。私ギターでいっぱいいっぱいだもん。そんな初めてじゃない。本当に無理なんだって。萌えとか。萌え？萌えの声はブルーハーツじゃないでしょ。でも面白いかもね。女子がいいな。何どうしたの？ん？中止でいいよね。阿部に後で言っとくけど。あ、もう行った。あ、行った？やるって。あのさ、ブルーハーツやろうと思って。3人で？あとボーカル探して。リンコやってよ、ボーカル。やろうよ。だったらもう一回あれやってみようよ。もうダメだけど、だからちょっとアレンジ変えたりして。嫌なんだったらいいや、リンコ。萌え抜きであれやるとか考えらんないし。いいよ、他にやりたいっていう人いっぱいいるだろうしさ。あ、そう。だって嫌なんでしょ。嫌っていうか嫌じゃないけど、やって意味あんのかなって。別に意味なんかないよ。バンドやんない？はい。ボーカルでいいよね？はい。やるのブルーハーツだから。あ、はい。嫌じゃないよね？嫌じゃないよ。頑張ってよ。ありがとう。
ちゃん日本語の勉強にもなるし。それ違うでしょ。今ちゃんと覚えられんのかってそういう話してん。そんな私らだって一緒じゃん。そりゃそうだけどさ。その前にさ、孫さんがやりたいかどうかじゃない？それめちゃくちゃ言えてる。でもさっきのあれ、孫さんも適当に返事しすぎるし。うちら巻き込んじゃったよね。ケイ、あんたちょっと適当すぎんだよ。だからさっき謝ったじゃん。だからもしだよ、孫さんが歌うの嫌だって言ったら、しょうがない、私歌うよ。孫さん、そう、歌えそう？どうしたの？大丈夫？え、なんで、どうしたの？大丈夫？何の？孫さん泣いてるよ。時このバス、うん、そう、じゃああったかもね。見たことある？ない。見たことある？あ、私を、うん、全然気づかなかった。いつからやってる？あ、本当はギターじゃないの。ああ、キーボード。ああ、キーボード。昔ピアノやってたから、うん、だからギターはあんまり、うん、うん、あんま、うん、うん、私頑張ってもいい？うん、頑張ってよ。うん、
じゃあ当店の説明させていただきます。皆様一応560円で飲み放題とさせてもらってます。で、見たところお客様学生様だと思われますんで、こちらのソフトドリンクの中からお選びいただくと。ああ、私歌うだけでいい。それダメなんですよ。というのも当店ご利用いただくお客様には全てドリンクつけていただかないと。歌だけがいい？でしたら、飲み放題っていうのはなしにして、単品でどれかお選びいただくと。安いのは安いですよね。コーラ、ジンジャーエール、メロンソーダ、オレンジジュース。だから歌うのだけでいい。いやだからそうなんだよね。そうなんでしょうけどね。あですか。ちょっと待ってください。お客さん、こういうとこの初めてですか？わけないよね。だから飲まないと歌えないんですよ。それ変だよ。いやどこでもそうですよ。飲みたいのない。飲まなきゃ歌えない。飲みたくない。じゃあ歌えない。ごめん。見てよ。もしもし。あ、もしもし。あ、大江だけど。あ、大江くん。うん。うん。あのさ。うん。うんうん。バナナって結構小さかったじゃん。うん。ああ、バナナね。あの大きさだったら多分1本で4人分ぐらいあるんじゃないかな。ああ、4人分ね。あ、そうね。あ、じゃあとりあえずその分だけ用意していくね。あ、あとさ、なんだっけ、あれ、ホットプレートってわかる？あ、うちあるよ。うちある？うん。あ、じゃあ明日持ってきてくれる？うん、分かった。あ、じゃあ、明日。うん。もしもし。うん。明日また。うん、じゃあ明日持ってくる。行方不明になりました。指名手配をモンターズ祭るに配るよ。別に萌えのせいじゃないよ。あれはさ、なんていうか、私と凛子の問題っていうか喧嘩だもん。謝るのは違うよ。凛子も同じこと言ってた。でも私の怪我で今までのが意味なくなったの。練習とかさ無駄にしちゃったの私のせいだしね。
ごめん。中入ってもらえる？分かったよ。こんばんは。今から京子んち？うん。別に大丈夫だって。それありがとう。うん。使って。物質に余ってんのより全然あれだし。うん、私ギターか。ポップコーン屋さんですね。はい、はい、ありがとうございます。焼きそば屋さんです。もう食べてるんで。いらっしゃいませ。3年2組のお化け屋敷に来ました。入ってみたいと思います。うわっ、あー、次、次、これダメだって、これ。ああ5組の配達行ってきました。おかえり。ああ、ダーリー、妙なもん引き受けちまったよ、ったくよ。自分で言い出しといて何言ってんの。ミスった、ほんと。いるんだな、で、毎週までクレープ食いたがるやつってな。おめちゃん、おめちゃん、おめちゃん、後で交代して。俺ウルトラクイズ出るって言っちゃったんだよ。うん。チョコバナナ一つ。チョコバナナ。山田、
山田山田、あれさ、カズヤの耳ってさ、ほら見てほら、こいつの耳ってすごくない、ほら産毛がすごい、ほらすごくね、見てるって手で見る、あれホットプレートもう一個あったんだ、え、これ誰の、これ私の、持ってきたやつ、え、俺連絡してねえじゃん、あんま連絡したの、してねえよ、うん、するわけないよな、あ、サチから、うん、うん、新井くん、画質聴覚室、おい、なんだよ、忙しいじゃねえか、出前係、お前一緒についてきたよ、何サボってんの、ごめん、みんなは、あ、のぞみ、うん、京子は、あ、まだ来てない、準備できたけど、やる、ぼちぼちいいかな、あ、うん、え、じゃあ次いつ来れる、ちょっとまだ何とも言えないんだけど、4時ぐらいには戻ってきてもらいたいんだけど、青江くんずっとじゃ悪いし、ごめん、あ、全然、なるべく戻れるようにするね、はい、チョコ生一つ、チョコ生一つ、はい、はい、少々お待ちください、はい、なんかごめんね、ケっていつもあんなんじゃん、もしもーし、おお、ケイじゃん、なに、おお、元気元気、なに、新しい男、いや、冗談だよ
もう最近充電期間中だよ。何もしねえよ。うん。うん。おう。スタジオ Q？ いや、空いてんじゃん。全然感じ違うんだもん。久しぶり。お久しぶりです。前園さん中にいます？うん、いるよ。あ、東京行くって。うん、来月。車で。車実家置いておく。弟乗るし。あ、そっかそっか。まあ、週一で俺も帰ってくるし。うん、まあ、でも遊びに来てよ。うん。うん。何や。うん。ああ。ブルーハーツ。マジ？うん。いいじゃん。何や？リンダリンダと、うん、僕の右手と終わらない歌。おお、いいね。かっこいいよ。孫ちゃん。孫ちゃん。次。こんにちは。うっす。ボーカル。三年。けど同じクラス。軽音でしょ。あれ、え、違うの。私、韓国から来てる。え、俺、留学生。お前、あ、そう。マジか。ケイの元カレ。え、うん、うん、面白いね。いいね。何してんの。何わかんないの。これじゃね。これだ。大丈夫か。もうねじれてる。大丈夫。万歳して。大丈夫。上すぎんだよ。いいから。練習するから外行ってて。
顔赤くね。うるさいな。聞くぐらいいいよね。練習始めるから言ってて。壊さないでね。早く。洗車してくる。何もう。練習するよ。そうだ、まさみだ。まさみと萌えが同じ中学で仲良くて、で萌えが入ったんだよ。うん。でまさみが抜けちゃったから萌えが私を誘って。その時ぐらいに私もケイに誘われてやるようになって、うん、だから2年の最初ぐらいだよね。うん、それから変わってない。で昨日孫ちゃんが入ったの。うん。本当にわかった？オルゲスト、オルゲスト。ケイとリンコだけは変わんないでやってたんだけどね。そりゃそうだよ、ケイとリンコが始めたバンドなんだから。あ、そっか、まあそうだよね。なんであんなことになっちゃったんだ。謹慎どうってんだよ。すごいことばしてる。うちの親がそうだ。お疲れです。あ、それ飲みたい。あ、でさ、ちょっと話しちゃうんだけどさ、うん、どうする？名前、バンドの名前。そうそう、前のじゃまずいっしょ。まあ、それよりもさ、ちゃんとうまくやるのが先でしょ。そういうの大事だって。ほら、モチベーションがさ、うん、なんかね、野良犬とかも名前つけたりすると愛着が湧いて話せなくなる。はいはいはい、この人形から入る人なんで。なんで？いいじゃん別に。別に誰も悪いとは言ってないじゃん。そうだよ、私形から入るの好きだもん。じゃあいいじゃん。
そうだって。何も言ってないでしょ。何ああもうでも全然話変わるけどさ、こういう時のことって忘れないからね。いやいやほら京子がほらなんか大事とかなんとかって言ってたからさ、なんか私も分かる気がするっていうか。でさ結局本番ライブとかさ多分夢中でやっちゃうからあと何も覚えてないの。ほら、のぞみ怒っちゃったでしょ。怒っちゃったってさ。のぞみ全然面白くないよ。笑っちゃダメだよ。本当、失礼。そんじゃ。なんで失礼だよ。なんでよ、怒んないでよ。座れば、うん、ジュース飲む、うん、どれがいい？これよはい、ありがとう。何やってたの？漫画喫茶。 K が一人目だよ、客。ギター貸して。うん。サンキュー。
んですね。うん。みんな卒業しちゃったかんね。私、たかっちゃん一人でもやると思ってた。やんないよ。あんなみんなでやんなきゃ面白くないじゃん。ともきさんのライブとか行ってる？あ、別れたんだっけ、うん、来月引っ越すんだってね、東京。うん、そうみたい。凛子とかと？ん？明日。だったんだけど、肝心の前が怪我しちゃったりとか、いろいろごたごたあってさ。出ないんだ。うん、出るけど、オリジナルじゃなくて。コピー、うん、いいじゃん。出りゃ何だって楽しいんだからさ。何やんの？ブルーハーツ。おお、熱いね。リンダリンダリンダそっか、ともきさんも昔やってたな、ラモンズとかさ。うん、うん、ブルーハーツね。のぞみ、絶対起きねえよ。どうやったら起きんの？頭叩けば。のぞみ、行くよ。タカと起きないじゃん。鼻つまめば起きるかも。おはよう。行くよ。行くよ。ソンちゃん行くよ。ソンちゃん。なんて書いてあんの？2時に備品室に来てください。今何時？あと10分。行くの？行かない。行った方がいいよ。行かない。いいから行ってきな。やだ、マッキーじゃん。あれ、ちょっと、ちょっと、ちょ、ちょちょちょ、こっち。どうも。ちょっと、何あれ。何すか。あ、優作っすか。なんでマッキーが孫ちゃん呼び出してんの。なんかよくわかんないっすけど、ゴミ捨てる時よくすれ違ったらしくて、なんか好きになったっぽいっす。一目惚れってこと。さあ、どうなんすかね。안녕하세요。はい、こんにちは。송학교장이는
돼서 항상 만나게 되네요. 에? 누구? 송학장. 송학장. 아, 송학장. 송학장 있는 돼서 항상 만나게 되네요. 覚えてない。저는항상당신을만나기위해송학장가문이다당신을만나기위해학교에오고있으문이다え、何ですか？사랑해요。あ、はい。歌の練習あるから。손상우를사랑해요이때뭐이래스까야나가라아노스키난데스요아키라이자나이게도스키자나이애들이랑멤버들이랑다같이있고싶어서에에아니오케이에쥐쥐쥐쥐성짱성짱성짱先生、これ明日の予定表です。うん。時間は一応出してますけど。ああ、ここですね。ああ、これか。でも曲数決まってないバンドとかってまだまだ流動的なんで、まあ臨機応変に対応しようと思ってます。うん。わかった。機材は。明日朝一で2年が搬入するってなったんで。うん。じゃあよろしくお願いします。おい、丸本。はい。あれか、立花とか山田とかなんか別ので出るのか。そうみたいですけど。そっか。じゃあ言っといて。そんなな、別にこそこそ隠れてやんなくたって普通に練習していいって。まああれだよ。良くも悪くもまあ文化祭も先生だけはさなんかあれだったな。
行っていいですか？お、行ってこい。あ、あれ、な、あれ、さっきのやつだけちゃんと言っといて。ニンニク。あ、そんちゃん3つもいらない、1個だけのやつ。分かった。いや、絶対あるから。だから、ソンちゃんに1個あげて、私が1個食べればいいし。じゃあ、私も2個買っていい？なんであんたが2個食べるの？だったら、のぞみの分買ってきないおかしくない？なんで、全然おかしくない。あ、買った。これを買ってって、4種類あるから。だから、プリンがいいですね。はい。はい。ちょ、なにこれ。デザート。千円じゃ収まりきんないから、返してきた。デザートは？うちのお母さん寒天作ってるから大丈夫。寒天？返してきて。のぞみ！どっち？こっち。わあ、芝中のアルバム初めて見た。うわ、小林。すごい髪型じゃない。寝癖にしか見えないよ。あ、似とった？いや、違う、それ似てるけど、うん、すごいね、これなあ、大江和也じゃん。本当だ。あ、この時髪長かったんだ。京子の好きな人？진짜그러면재빠른사람이이기는거야응아오해카즈야옛날축하수였단다네4년밖에시간이없어나중에후회한다니까빨리말해버려사기가라나니들까전전와가나아스키다또있다호가이이또뭐今彼女いないよ。知ってる。マッキー頑張ってたしね。もしもし、あの山田なんですけど。あのごめんね、今日はあんまり手伝えなくてさ。あのさ、でさ、大江くんさ、明日空いてる？あ、ケンオ？あ、うん、ケンオのライブはあるんだけどさ、その前にちょっと会えないかなって。あ、ちょっと待ってて。ねえ、明日本番何時からだっけ？3時半。もしもし、3時半からだから2時半に備品室でいいかな。じゃあまた明日。行った。
いかがですか。いらっしゃいませ。フランクフルト美味しいですよ。ツボマッサージ気持ちいいですよ。おでんに왔어요。맛있는おでん。グレープ甘いですよ。焼きそば美味しいですよ。いらっしゃいませ。네, 오늘 저희를 보러 와주신 여러분들께 정말 감사드립니다. 아, 오늘이 투어 마지막 날이라서 저희 멤버들도 단단히 각오를 하고 올라왔습니다. 아, 그럼 여기서 이 밤샘 연습으로 이 수면 부족 상태에 이른 우리 멤버들을 소개하겠습니다. 드럼! 어, 연습은 좀 땡땡이 치지만 귀여운 교코! 베이스! 음식은 좀 짜지만 어, 말은 좀 없지만 귀여운 노조미! 기타! 성격이 좀 급하고 어, 화가 나면 제일 무섭지만 제일 상냥하고 저를 밴드에 넣어준 케이! 마지막으로 보컬!
飛ぶネズミみたいに美しくなりたい。僕たちはこれで終わらない。奇跡を待つのは悪いことじゃない。なぜなら僕たちは高校時代を思い出になんかさせないから。今吹いてる風と明後日吹いてる風は果たして同じだろうか。意志と勇気は同じポケットに入れておく。ここは僕たちの王国。2004芝公柊木祭最終日。ガッツ。とりあえず今日ドラムから運んで、他のはチーンに任せよう。ああ、チース。ジュース。何？朝っすよ。はい。これから体育館に機材搬入で部室バタバタしちゃうんで。すいません。忙しくなりますよ今日は。頑張りましょうね本当。
よし、うん、調子今、うん、こっちが子供よ、こっちが大人よ。ありがとう。違う違う、こっちこっち、 こっちこっち。いくよ。待って待って待って、先やんないで、みんな終わってないでしょ。ごめん。いいよ。いいよ。じゃあ行くよ。大丈夫大丈夫、もうミスってもいいからさ、とにかくさ、とりあえず止まんないで最後まで行ってみようよ。うん、あと京子さ、ちょっと遅くない？そう、うん、ちょっとやってみて。はい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 、それぐらい、それぐらいね。分かった。じゃあ、けけけ、はあ、ごめん。ダメだ、ちょっと顔洗ってくる。急に왠지말하고싶어서 ありがとう、姉さん、メンバーになってくれて。고마워、동지네。あと本番だけ頑張ろう。うん、
birthday. おめでとう。ケイ、これ。この前、手が小さいって悩んでたから。つけてみ。次で最後なんだけど、呼んでた方がいいんじゃない？次はケイさんたちか。おい、誰かケイさんとこ呼んできて。あ、誠行ってきて。今村さん、Kさんたち見ませんでした？何？電気ブランもう終わった？いや、もうすぐなんで呼んどきたいんですけど、いないんですよ。ちょっと待って。あ、すいません。こんにちは。これ酒っすか？武道館って立ってみると結構ちっちゃいんだ。お客が入るとまた全然違うんだぜ。今日は K のためにわざわざ来てくださった方がいるのよ。え？ほら、ラモーヌさんとピエールさん。
山田？ん？何？いや、何じゃなくてさ、ずっと待ってんだけど。備品室。何やってんの？もしもし、山田？もしもし。Ah!
ジで。やばいやば、忘れてた。あ、何？いや、大丈夫。何言ってよ。スタジオにベース置いてきちゃったけど、学校で誰かの借りるからいい。何言ってんの、取ってきなよ。借りるから大丈夫。ダメだよ。真村先輩、ケイさんたちまだ来ないんで、ちょっとお願いできませんか。つなぎでいいんで、もう一曲。素晴らしい。遅いっすよ。ねえ、どこ行ってたんですか。お前らどうすんの。あ、ちょっとさ、タオル持ってきて、ミキ。そういえば山田すぐ来る。まだ行ける。いや、時間も過ぎてますね。嘘、無理。と、10分ないかもしれないですね。分かった、大丈夫、やろ。できたのが悪いんだよ。分かってる。大丈夫。うん。大丈夫じゃない。頑張ってよ。
ごめん。本当ごめん。すごいよ。ごめん。頑張ってね。じゃあ、お願いします。はい。どうだった？ん？言えなかった。じゃあ、パラマンです。